街道筋は人波が多くなってきた。江戸へ近づく証だろう。目的もなく気ままな旅の秋太郎もなんとなくウキウキとした気分になってきた。江戸へは2年前にわらじを脱いだことのある神田一家へと自然に足が向いている。うっそうと茂る松林のふもとに老舗の茶店が3軒並んでいる。その手前の番台に腰を落とし乾いた喉に茶をすする。目の前の街道を行き来する旅人に目をやりながら一人の顔見知りの男を見つけた。と相手も秋太郎の視線に気がついたのだろう。おおとのけぞりながら走り寄ってきた。こりゃビンゴの秋太郎さんじゃねえかい。懐かしいな。もう長く会ってねえな。流れ星銀次さん。まず2年ぶりだよ。大江戸の神田一家での出入りの時に一緒して甲州寺と旅立ったのは。ああそうだった。いや懐かしいな。元気でいるかい。まあいろいろあるけど、ほれこの通り命だけは持ってら。秋太郎の座る番台にサンド型と振り分け荷物を投げ出し、無造作にドガリッと座り込む流れ星の銀次。おい姉さん、俺にも茶をこんな。ああこの暑さだ、冷えたのしとった飲むぜ。ところで秋太郎の、どっちへ向かってるんだい。東かい西かい。ああなんとなく足が西に向いてね。ああそうかい。俺はこれから東へ向かうんだよ。すれ違いだな。ううう茶が来た。うわあかーっと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 あっちじゃねえかい。さっき冷えたの頼むって言ってたのに。ああまあいいやな。で流れ星の江戸からのようだが神田一家にわらじを脱いだのかい。ああ2年ぶりに顔を出したのさ。ところがよ、とんでもねえ仕事をもらい受けちまったぜ。へえ神田の親分からかい。温厚の親分だな。出入りなんてねえだろうに。ああそんなんじゃねえんだ。女を一人探し出して叩っ切るのが頼みの仕事だい。そう言いながら銀次は懐から取り出したのは女の似顔絵である。この女ビンゴの見たことはねえかい。ああこの絵だけじゃわからねえだろうな。特徴は口の右下に小さなほくろが2つ並んでる。これが見分ける目印なんだ。この女を切るための道中なのかい。一体この女が何をやらかしたってんだね。信州の山奥から車に売られてきたジョロなんだがね、これがなかなかのやり手なんだよ。名はおすみってんだが本当の名かどうかわからねえ。この女が大店の隠居やら主人やら若い旦那をテレンテクダで騙して金を巻き上げたらしいんだい。ほほやるじゃねえの。面白い女らしいな。まず身請けさせて奥に入り
大棚を傾けると、ぷいっと郭に戻るのさ。そして次の餌食を狙って、またも見受けさせると、しばらくしてその大棚も家業が傾く。それを三軒もやってるのさ。そのうちの二軒の店は消滅し、残るの一軒が神田の親分に願い出た。まず恨みを晴らしてもらえねえかと。それを親分は承知なさって、俺たち旅ガラス5人、身内の者5人がこの東海道へ散らばったのさ。へえ、見受けされるほどの女なら相当ないい女なんだろうね。そりゃどうだろう。問題は頭の使い方なんだろうな。悪い女ってな。で、おめえさん、その女を見つけたら切るのかい？なあ、どうだろうな。神田の親分の手前もあるが、まず探し出して、それが先決だよ。大江戸から離れて10里余りの東海道から言うと、裏になる中山道、峠越えの多い道のりである。秋太郎がその道をたどったのには訳があった。3年前に一緒に旅した男が敵になると言って故郷に帰って行ったのだ。懐かしさもあって、せめて遠くからでも顔を見たかったのもある。この街道は人通りが少ない。二人連れの女が連れ添い、峠越えをしていた。おつぎ姉さん、本当にこれでいいの？いいも悪いも、やっちまったことは後戻りはできないさ。どうせお互い身売りされた時から狂気の世界を泳いでるんだ。私は15で5両で売られ、おゆきちゃんは12で3両だったんだろう。男の慰め者のお女郎なんていくら稼いだって抜け出せる世界じゃないのさ。飯代、化粧代、衣装代と何癖つけて年々倍額の借金が膨らむ。挙句の果ては病死か店先おばばで使い捨てさ。だからさ、私はこの世界に入った時から男たちと戦う決心したのさ。持ってる知恵の限りを尽くしてね。でもなんで姉さんは私のようなものを見受けしてくれたの？言ったろ、金を取るのが目的じゃない。あの男たちがいる限り、私たちのような女が売られてくるのさ。それへの復讐だよ。それにね、おゆきちゃん、あんた国に残してる可愛い妹にそっくりなんだよ。それも長おゆき。放っておけるはずないじゃないか。身受け料80両なんて私にはとても姉さんに返すことできないし。いいんだよ、返さなくっても。でもね、おゆきちゃん、あんた国に帰っても
また売られるようなことになったら元も子もないからさ。あ、そんな時には私のところに飛んでおいで。私も実の家には帰らない。追ってもかかってるようだから当分は身をくらまし、また江戸へ飛んで帰って小さな旅籠をやるつもりなんだよ。よかったら一緒に暮らそうよ。街道筋に旅人の数がいつしか増えつつあった。二人の先に浪人者が大きい石に腰をかけ、じっと近づく二人の顔に見入っていた。懐から似顔絵を取り出し、お墨の顔と見比べている。やがて浪人者の前を通り過ぎた。待て、ジョロ上がりのお墨とはお前のことだな。探しておったぞ。男の遊び女がジョロ雲に変身し、多くの男から絡めてそれを食い殺した。まず裏とせに手配書が回っておる。覚悟せい。おいきちゃん、逃げるんだよ。声も虚しく、お墨は一刀のもとに切り下げられた。恐怖に立ち尽くしているお雪には目もくれず、浪人者はまず倒れたお墨の懐を探り、金目の入った包みを取り出している。往来の旅人たちは立ち止まり、悲鳴を上げる者もいた。その中に秋太郎の姿もあった。関わらないように遠巻きにして倒れている女の顔を見た。その女の口元を下に、小さなほくろが二つ。今回の動画はどうでしたか？
創作集団のびでは、演歌歌謡曲の作詞や作曲、そしてドラマ作りと創作作りに活動しています。思いついた感想とかをコメント欄に書いてもらうと励みになります。また仲間を募集中です。声優演劇をやりたい方は大歓迎。これからもよろしくお願いします。